超マニアックな話、ベルクロパッチの紹介でもした。それも一軍やな。一軍やね。まあその時の勢いでな、一応あれかギャラガとかもその時そうやな、パルテナの鏡を覚えてる。これだいぶ攻撃的やん、ね、このそう、これ全部、これもまたハードで、これはハードベストキットのジョニー・ローレンス、ダニエルじゃなくてジョニーっていうところがええねん。足払いだって書いてるね、この人いきなりふざけてる、いきなりふざけてるから。コナンザグレート、コナンザグレート、俺といえコナン、俺らでコナンといえばもう江戸川コナンじゃないから、ちゃうコナンザランボ2な、これで、ダイハード、中富ビルか、これ、はい、南国市でスパイ&スパイ、そうそうそう、夢工事のドキドキ感じ、マジで死ぬほど渋いよな、死ぬほどかっこいい、死ぬほどかっこいい、トップガンのアイスマンやね、なあ、俺が言いたいのはどれを視聴者にあげるんやってこと。はコナンとな、コナンは多分いらんやろな、みんなトリプロード欲しい人おる。いや、それはおるやろほんならこれ、これ行こうか、デニーロ行こうか、抽選方法はクイズ、サンダーバードヒルズクイズ、サンダーバードヒルズクイズ、プロファイリングもせなかったそういう、あ、そういうことな、うんうんうん、ちょっとした遊び、あ、遊びやね、うん、はいはいはい、で、なかなか手に入らんくて、そういうシールが売ってて、もうだからネバーエンディングストーリーのファルコン、でも、あの、やっぱり上流状態だね、これ、これ、うちのパッチですわ、あのシーン相当かっこいいからな、かっこいいもんな、サラダボール行くときサメ貼ってんだよ、貼ってんな、ちょっと中日っぽく、コヨーテにこんな色貼ったらおかしい、おかしいな、だから絶対2枚になってまうの、これ全部向こうがくれたやつ、うわ、たまりにたまって、死神好きやから、これ全部死神やな、ファミコンは行くやろ、そら、コロナビールをパロったやつやな、デザインがええやん、めちゃくちゃいい、めっちゃええやん、このデザイン。